はい、皆さん、こんばんちは、満点さんです。今回、一等、当選ありましたね。当選されたとおめでとうございます。ということで、今回は、まあ、B セットということで、まあ、B セットは、そうですね、前々回B セット出たんですけど、まだ間隔空けずにすぐ B セット来たんで、ちょっとまあ、これは予想外ということなんですけど、それ以外には、そうですね、粗相が3つですね。3つ出てますね。まあ、前回でも言ったように、まあ、3つ以上が出るんじゃないかということで、まあ、私はまあ3つか4つという、予想でやってましたけど、B セット自体はね、他の、セット数に比べて、そんなにまあ少ないという、あれじゃないんですけど、まあまあ B セット、まあ、みずほの人のまあ気まぐれで選ぶセットなんで、まあそれで、なりましたね。あとは、ちょっとすいません。前回予想したのが、これなんですけど、まあ前回予想、まあ素数3個か4個でやってたんですけど、まあ A セット狙いということで、まあこっちの方はね、まあ数字3つ当たってますけど、まあまあ3つとか、まあ比較的よく当たるんですけど、まあそっから1個ですよね。そっから1個が結構厳しいということで。来週のね、449回の予想がこちらです。まあ、次回も A セット狙いということで、まあ、素数は多分3つ以下になると、3つとか、まあ、0から2つの方によると思うんで、まあ、こういう予想になってますね。まあ、ちょっとまあ、参考に、まあまあ、31っていうのはもう、出やすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それはわからないですね。まあまあ、それじゃあ、また来週ということで、まあ、データ見たい方は、まあ、またリンク貼っておきますんで、そちらの方、よろしく、見ていただければいいんじゃないかと思います。それでは、また。